どうも皆さんこんばんは、狼のチャンネルへこそ。本日は狭間黄昏やっていきたいと思います。このインパクトのある顔の続きから、バレてるんだけど、やばい、桐島くんうますぎる。そこで張り合ってるの。どうした。あ、そうだ、このお笑いで全部忘れてた。誰ノックしたの。会ったところじゃないよ。いや、これは流さない方がいいと思うな。怪しいよ、気になる、すごく。まあ楽にはならないよね。まあできればね。そうだね、こう。いらないんじゃない、汚れないし。その通り。いらないと思う。そこを気にして。でもリスクを高めるわけにはいかないよ。その通りだ。水着とかおかしいでしょ。どういうことだ。まあね、もしや水着。まさかの水着を選択肢に。体操服。え、ここで初めての選択肢出てこないよね。ちょっとここで人格がバレるよね、どっちか選ぶ。出てこなさそう、選択肢は。大丈夫だ。やばいな、そういうやつだったか。まあ、健全だって言えば健全だ。そうだ、いや、その通りだ。かっこいいね。
頼み込んだ。おお。どっちも。お、結託した。バレてるんじゃない、企み。おっと、そういう展開もあるのか。機動力重視でいこうじゃ。まあ水着ではないだろうね、さすがに。そうだね、まあ常識では水着はないよね。今回はこういう回かな。がっかり。おっと、確かに。おう、熱い友情が生まれた。いいね、とことん純粋だね。別に覗こうってわけじゃないから。どうなるんだ、そういう展開に向かっていく。はい、それでは読む位置に。何かあったのかな。実は制服も一着あったらびっくりだけど。死について、まあこれどういう制約で、だってそういうリスクもあるって現実世界持ったら大事だよね。そんな一人死んでるのに実験なんて続けられる。そうだよね、そんな実験が許されるってのもすごいけどな。まあでも割と死がないても面白いかも。
そうだね。確かに。裏話は知っておきたい。え？そうだよね、さっきのノックというさ。確かに体操服の思惑に引っかかってるぐらいだからね。おお、それだけなんだ。なるほどね。はい、それではちょっとまた本格ミステリーになってきました。体操服は、拝みたい人はまた次回かその次回になると思います。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。励みになります。おかみでした。アディオス、アミゴス、またね。